はいどうもレンジです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回も見逃すわけにはいかないねアイテムのイベントがありましたのでね、こちらね注意点とかも添えて話していきたいと思います。とりあえず一回、おおマジですごい役ねばじゃんガチでこれ今回のねコラボでのイベントが出荷の日ログインなんだよね。で3月9日までっていうことで、はい、このように7日ねログインするとこんな感じでもらえると。さっきね僕は1日目手がかりをゲットしました。約2週間ちょいあるんでね、その間にねログインだけしたらねこんだけもらえるっていうことなんでね、手がかりもかけらもスコープも霊感もあるね。で何よりね神髄がね3つあるんだよね。これはね絶対にゲットしたいよね本当に。無料分でね、3回できるんでね。でやっぱでも一番熱いなって思ったのはやっぱこのかくれんぼ訓練ね。これギルだとドンでこれね注意点としてね、これ1個しかゲットできないんだよね。好感度が、親密に達するとどちらかを選択して、獲得が可能ですと。いやこれ思ったのがさ、ギルダめっちゃこうね演出いいじゃん。うわすげえ、すげえ、なんかかわアニメよりなんかちょっと可愛い気がする。あれおお、いいね、可愛い。心眼は心眼使いたくなっちゃう、こんな感じでね演出やばくない？うわめっちゃ欲しいじゃんこれ、めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい、やばい、めっちゃ欲しいじゃんと思ってドンを選ぶとこれ演出ないっていうね。マジかいこれ。なんかどんだけなんか適当じゃないマジでちょっとなんか適当じゃないかこれ。手抜き入ってる気がするけどね、大丈夫かなこれ。まあでもぶっちゃけねオフェンスの方が使うんでね、まあドンかな僕は。はい、ということで対戦をするとね好感度が上昇してどっちか選ぶことができるんだよね。どっちも欲しかったマジで。まあ第2弾とかあったらどっちか来るのかな、わかんないけど、いやー欲しかったけどね。からのこのメッセージ版なんだよね。メッセージ版こうドモドモチャーシュー、すげえ適当、めっちゃ適当なの多いね、ペペロンチーノ。でこれねメッセージ書くとね100霊感もらえるんだよね。これ絶対にね、ちょっとこれもね忘れがちなんでもう書いときましょう。はい、じゃあ僕はねエマちゃん好きなんで、エマ頼む、エマ来てくれ、ほらおっしゃ100霊感ゲット。もうちょっとでもね課金の手助けになるようにね。はい、それとね忘れちゃいけないね、このメールボックスに役ネバの予約イベントにね参加した方はボーナスでね5個神髄がありますのでね、これもね忘れずにねゲットしておきましょう。このね神髄もね確かあって、引いてなかったらね自動的に引いてもらえるみたいなのがあるんですけど、これはね受け取らないとねまずいのでね、はい受け取っておきましょう。はい、最後はこの庭師でねランク戦をしてまいりましたので、このねこれから多分エマちゃん使う方はね絶対増えると思ってね、俺もなんかタイミングよくね庭師にハマってたのでね、はい、庭師のね永眠調子点をねやっていきたいと思います。はい、ってことで、いやこれからね絶対ね役ネバのねエマちゃんね SSR で来てるからね、庭師のね需要がねついに増えると思いますのでね、いやもう布教してるからね、もうマイオナとはね言わせないとね、言わんばかりにねエマちゃんちょっとね強化中ですね。はい、おっと最初にここで妻子がね早めに倒れてしまいますと。はい、でここからねどのように立ち回っていくかが大事だよね。うん、で最初ね初手ね、椅子壊したと思うんだけど、あそこここのねステージはねあの椅子はねよく釣られやすいのでね、はい、あそこおすすめの、椅子壊しですね。そう、まあ、基本的にねその生存の意思ね、僕は歌種に振ってるね。うん、なんでかってその庭師ってなんか元々ね10%飛ぶのがね遅いんでね、それに加えて歌種でさらにね飛んでもいいような状態にしてるんで、まあ、なるべくねファーストを追われるとめちゃくちゃ強いです。はい、ということでねもうマジで庭師やってきてね一番強かったのがもうね軍事工場なんていうね、どう考えても圧倒的にね軍事工場ピックねマジでおすすめですね。うん、もうこれはね本当もうねもうみんなにねもう伝えたいよね。はい、まあ、この動画ね見てくれた方ねぜひね軍事工場庭師ね考えてみてください。本当ねまあいろいろねなんで強いかっていうのはね次っていうかまあ今後の動画でね出していきたいんですけど、はい、庭師のね動画もっといっぱい出そうと思ってね、はい、庭師のね動画まだね数本しかないんでね、もうこれはね数十本出すようにねちょっとしていきますので、気になる方はねぜひチェックしてください。はい、ということで妻子がねちょっとリッパーだからね初手は、うん、ちょっとリッパーだとね刃食らうとねしんどいよね。はい、ここでさあ一回妻子が行ってしまうとこっからの立ち回り残り 3台だからね、でまだ全然ある。はい、サバイバーまだあるね。うん、まあ脳幹視だからね、助けにも行かないでいいし、おっと俺来るかこれ、おっとこっから庭師エマちゃんの見せ所。うん、
まあね、ベイミンチョはあんま椅子壊すのはね、椅子壊してあんまあのメインじゃない方がいいんで、はい、椅子壊してるとね、あの結局解読が進まなくなっちゃうんでね、はい、おっと、ここはおっと、リッパー来るか来るか来るか、おっと、ここで泡を作っていく、はい、ここでね、ちょっと余裕を見せて、さあ僕に来るか、農家に行く、農家に行ってくれるとありがたい、おっと、農家に行きましたね、オッケーオッケーオッケー、じゃあもう一回戻ろうとしていますが、はい、ちょっとここは様子見で、うん、まあ別の解読機でもね、全然ね、オッケーって感じで、うん、そうなんだよね、軍事工場ね、ピックね、そう、軍事工場の動画ね、ちょっと、出したいと思います、うん、あのね、やっぱ狭いステージだとね、その庭師がめちゃくちゃ生きるんだよね、うん、この広いとね、どうしてもその椅子壊したりっていうのがあんまこう意味ないっていうかね、ほんと、まあ泡を作ってね、カゴでチェイスするってだけがメリットになっちゃうんでね、はい、まあおすすめはほんとファースト取ったらもうそのゲーム勝ちに持っていけると僕は思いますね、うん、まあ即死はね、まあ、まずないじゃないですか、その1分だけね、50秒かあの泡があるんで、はい、それでね、弾いて、まあ、存在感はたまりますが、まあ、1分以上はねそれでねなんとか稼げるようにね、立ち回れるからね、はい、さあここでね傭兵がダウンをして、いやでも解読早い、そう庭師ね解読も早いんだよね、これ特に早くなるとかないんだけどね、はい、パニックもついてるんですが解読めっちゃ早いんでね、うん、まあそうで、なけなしのね最後ね、椅子をね壊して釣れないみたいなこともすれば、まあ、もう若干のねトンネル防ぐっていうところもあるんでね、意外にね、万能ですよね、はい、庭師ね、いや今回役ネバのね衣装着てるからね、うん、使いたいとこですよね、ここは。さあここで傭兵が、ダウンして、いやーこれは助け行くしかないよね、さあ怖い怖い庭師で助けられるのか、これ庭師で、うわー透明化リッパーもねなかなかしんどいし、うわーこれ食らっちゃったか、これ食らっちゃったか、きつい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 、さあここで一回泡、ここで泡するしかない、もういやーこれはしんどい、これはどっち行っても強いからね、これで巻き込むわけにもいかないしね、おーっと急で、いやーここはしょうがない ですが傭兵がね起き上がってくれたんで、ギリね、ギリオッケー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 、解読すんで、さあでここで椅子を直したかな今の音、オッケー、ここで俺が釣られる、まあまあ初釣りなんでね、そうでこれがねほんとね強いんだよね、70秒74秒ぐらいあるかな、めっちゃ長いんだよほんと飛ぶのが、うん、でまあ1分あればね解読機ね全然開くんで、この加速で、さあここで、まあ、傭兵も強いよね本当に、食らっててもね救助できるっていう点でね、さあここでもうチェイスができないもうねチェイスがちょっとねしんどいが、おっと追いついてない追いついてない追いついてない、あーここでうーん難しい、リッパーの足じゃ間に合わないかなーと、残り2台でもね5割なんでね、こっからねちょっと伸ばすことがしんどいが、おここ釣られるか、うんここ釣られるのでかいね、うん、そう庭師は永明町だったらやっぱ加速がね割とあるステージなんでね、はい、おっとここで脳幹が刺さっていく待って瞬間移動だ、やばいやばいやばい、来る来る来るぞ、うおうおうおお、椅子じゃねえ、電車がマジか、これ電車乗りたい電車乗りたい、あ乗れないかオッケー、あわこれ強いマジで、さあここで、霧を吐かせて、うおギリギリ危ねえ、危ないが危ないが、解読回ってる、頑張れ頑張れ頑張れ、もうちょいもうちょいもうちょい頑張れ頑張れ、うう頑張れ、林の中の高木ゲットして、ここで開くか開けて、もう開く、オッケー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 、頑張れ、こっからエマちゃん頑張れ、主人公だからね第五人格、うん、ヒロインキャラクターとしてここは頑張りたい、さあ泡が連成できない、泡もね1回作るごとに10秒のね、デバフがついてしまうので、さあここがおっとギリいっていく、オッケーオッケー、霧もね、運よく当たらないで済むと、さあでここでまだ泡がたまんないまだ泡がたまんない、いやー止まってるとね落ち着いちゃうけど、存在感マックスのリッパー怖すぎ、ノーワンがね切れるまで耐えるって手もあるけどね、いや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 、危な、加速できる危な、おっと開いていく、足速っ、いけるオッケー、ここで、ギリゴールしていく、
はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。最後ね、エマちゃん視点でお送りしました。次はね、あの軍事工場のね、エマ氏がね、エマ氏じゃない、庭氏がね、どんぐらいね強いかっていうのをね、ちょっと見ていただきたいので、はい、気になる方はぜひチャンネル登録やね、いいねボタン押していただけると嬉しいです。また次回でお会いしましょう。それでは今日もありがとうございました。お疲れんち。